でこの河合駿さんのユング心理学入門でも、うん、例えばこの MBTI とかはその、はい、例えば外交内交、うん、両者のどちらかが正しいっていうのを見るものじゃないよと、うんうん、そのタイプを分けるっていうのは、うんうん、ある個人の人格に接近するため、うん、その方向付けを与える座標軸の設定であると、うんうんうん、要はあなたの今の座標はここですよ、うんうん、で点がそこにはできると、うんうん、あなたの今の座標はここ、うん、エニアグラムみたいですねエニアグラムです、うんうんはい、っていうのが分かって、うんうん、この MBTI とかは、うん、その個人を分類するための分類の箱を設定するわけじゃないと、うんうん、要は箱を作って、うん、はいあなたはこの箱ねって入れとくものじゃないよと、うんエニアグラムでも話しましたね要はなんか広大な紙の上に点をちょこんって打って、うんうん、あなたは今ここですね、うん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 、ぐらいの理解、うんうんうん、で、うん、ユングが言うのはその中年の危機、うん、ないものを自覚したときにそれを取りに行く、うんうんうん、なのでこの本では、うん、あの陰陽のあの長玉のなんか首重なったやつがあるじゃないですか、うん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 、あれが出てくるんですよ、うんうん、だからその陽を極めていくと、うんあの暗い部分に入っていくんですね、うん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 、でまた暗いのが極まると、うん、あの白い広い方に入っていくみたいなでユングはだからその西洋から中国に入っていき、うんうんま、マンダラとか仏教の、うん、ああいうのにとても興味を持ったと、うんうん、禅の思想とか、うんうんうん、っていう、まあ、全ては空であると、うん、っていうなんて言うんだろう結局はそのことの発端、うん、MBTI をする前にユングをっていうのは、うんうん多分、まあ、エニアグラムでも同じ感じですよねなんかタイプを知ることが目的じゃないっていうそう今日はこの二等辺の発表なんですけど、はい、じゃあ隊長がね、うん、これを二つ、うん、読んだ時にどう思ったか、うんうん、どう思ったかは、うん、またどこかのタイミングでなんて思ってます、はい、楽しみですでも僕ってあの、うん、あのなんていうんだろうやっぱ男性は思考のタイプが多くて、うんうん、女性はフィーリング、うんうん、感情のやっぱりこの役割として、うん、特に日本はその男女の役割として、うん、なんで男性はそういうふうに思考を使って生きていかないと稼げないというか、うん、あの生きていき、うん、生きにくいような社会だし、うん、女性はそのなんか社会の中で調和して生きるみたいなのがないと生きづらい社会に特にちょっと強くなってるっていうところで、うん、でもどちらかというと二等兵ってあの、うん、女性的なところが強いと思ってるんですね、うんうん、フィーリングの人フィーリング、まあ、僕もフィーリングですけどねただ外交が色濃い、うんうん、僕の第一機能が内向のフィーリング、はい、自分がどう思うかあちょっと一回じゃあここでちょっとあの面白かったのが、うん、この人、うん、ユングって、うん、フロイトの弟子じゃないですか、はい、でそのフロイトの元でもともとはアドラーもいた、うん、やっぱりこのうん、この本にも、うん、フロイトとアドラーっていう項目がある、うんはい、でフロイトによれば人間の心理的問題の原点は、うん、対象への性的な願望が満たされないから生じるものであり、うん、性欲こそ人間関係の基本であって、うん、それは生来の衝動であるから、うん、変えることはできない、うん、っていうフロイト、うん、でしかしこの人間は同時に社会的動物なので、うん、そのごく自然に発生する最初の近親相関的衝動は社会を狭くし限定しまうために許されないっていうこの親へのそういう願望っていうものがあってみたいなところがフロイトなのでそのフロイトの治療法は幼児期の対象への渇望や執着によってそのスムーズに流れなかった性的リビドーを解放し、対象を得られなくするような過去の 抑圧を解くことにあった、うん、っていうのがフロイトのなんか考えの中心みたいな、うんうんうんそれに対して、うんアドラーの権力説は、うん、その人間にとっての、うん一番の大きな欲求は、うん、対象の獲得よりも、うん、自分の力の誇示なのであると、うんうん親や周囲の対象に向かっていかにアピールするかということよりもむしろその逆で圧倒的な力や支配からどうやって自分の考えや主張を守り通すか
っていうところに重点が置かれているっていうのが挙げられていて、要はフロイトは外のものを獲得しようとしている外交の人で、アドラーっていうのはいかに自分を強く守るかっていうところで内向の人間であると。でアドラーはそれフロイトのそれが我慢できずに自分の自説を変えることができずに出ていくっていう、この2人を見ているユングっていうのが、あ、僕はそこから思考に至らずに、そういう人間関係って面白いよねっていう、あの感覚でしか、感情でしか捉えられないんですけど、ちょっとその辺の味わいもね紹介しつつ、で僕は外交でどこまで行ってもフィーリングの人間なんだなって思いながら、でもそれじゃあ行き詰まるよって話ですよね。あ、じゃなくて、あのこのユングで言うと中年の危機っていうところで行き詰まった時に違うのを使い出す、掴みに行くっていう、で僕はあのやっぱり猛烈にその思考力が足りないっていう恥ずかしさは持ってます。足りないって思ってるんですよ、足りないんじゃなくて。あ、そうです。あ、そうですね。あ、もうエニアグラムっぽい。エニアグラムっぽい。でもまあそういうことじゃないですか。そういうことだと思います。自分はこれが足りない足りない足りないって思ってるからこう隠す。あのけど、ね、はい、隠してたら行き詰まるよ。はい、あ、行き詰まるよじゃなくて行き詰ま、自分で勝手に行き詰まるんですか。あ、そう。はい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 、行き詰まるんです。はい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 。し、まあ、エニアグラムでいくとこう箱に収まるものじゃないみたいな。出てくものですからね。だからそう、タイプ5だったらこう思考思考っていくけど。はい。そうじゃないんだみたいな、使うものだと、そう導くものだと、 でそれだけじゃなくて、はい、まあ、人とのコミュニケーションも大切だし、そこがないと本当にこう引きこもって研究だけしてても、はい、行き詰まってしまうみたいな、はい、成長できないみたいなところじゃないですか、はいはいはい、それと一緒なのかなっていう、はい、っていうこの味わいをね、味わいがあるんだよっていうので、はいはい、うん、このシステマチックを勉強していくといいのかなと思ってる、うんうんうん、だからその味わいを知らずに、うん、システマチックだけに行くと違うって言ってるのかなって、うんうんうん、意図が、うん、そんな感じはありましたよ、はい、これは、まあ、タイプを分ただタイプを分析するものだよみたいな感じのことが書かれてた気がする、はいはいはい、座標軸のここ点を求めるもの、うんうん、はい、だからそこだけやっていくと間違うよみたいな、はい、なるほど、うん、なのでユングが必要だよと、ユングが必要だよみたいな説明がされてました、はい、なんで、まあ、そのぐらいで僕は今だから、うんうん、そのユングはそういう個性化に進む過程であると、はいはい、うんうん、でユングが目指したのはどこまで行ってもその個性化、うん、自分が好きなように語ることができるしと、うん、っていうところで二等兵は理解をしており、はい、あとはまあ隊長がどう感じて、まあ、それすら本当かどうかはまだ分かんないですけどねそれすらっていうのは、はい、そのユングがそれが本当に正しいのか、はいはい、っていうのもまだこう分かってない、はい、あ、ていうかもう何が、あ、でう、うん、ユングが言うのは正しいはないです、うん、あと、はい、そう、あ、それが全く別も全く違う可能性もあるっていう、要は解釈とかじゃなくて、はい、そもそもこういう仕組みがあったりする可能性はあるわけじゃないですか、あ、将来的にはね、何も分かってない、将来的にはね、そ、はい、でそれを何も分かってないところをみんながいろんな解釈をしようとして頑張ってるみたいな、はいはい、ユングは、うん、だ個性化っていうのは、うんうん、あなたの正解は正解でそれでいい、うんうんうん、っていうのが個性化だよっていう話をしておりますね、うんうん、はい、で、まあ、僕的には、はい、なんかあの本当の原理原則みたいなのがある可能性はあるかなと、プログラミングはいはいはい、はい、DNA までレベルの、まあ、宗教に行くと原理原則はあるんでしょうけどね、宗教じゃなくて、はい、医学DNA レベルのプログラミングがある可能性はあると、はいはいはい、それが分かるかどうかは分からない、科学の進歩だね、うん、でもまあ科学も結局は先にどんなことが生まれるかっていうのが分かんないと、科学も結局は万能じゃないですもんね、うん、科学も万能じゃないというと、あ、要は未来を予知できるものじゃない、うん、未来を予知できる可能性はある、可能性はある、うんうん、もちろん、うん、が今の科学が万能ではないだけ、そう、でも常に未来に行くに従って今があるわけじゃないですか、うん、あ、でも、はい、究極のとこまで行ったらある全てが解明されてるかもしれないですね、はあるかもしれない、はいはい、っていう、うん、まあ、あの思いながらも、うん、僕の中では、うん、MBTI だと面白いですよ
って面白いその人に対して思うんですよ。悪く言うなよ、うん、MBTI 面白いよって。その人はでも MBTI を話してる人ですよ、はい、ああなるほど。あ別に攻撃してるわけじゃない、MBTI を攻撃してるんじゃなくて、はい、MBTI を間違った解釈してる人を攻撃してる感じですよ。なるほど。どっちかっていうと、ああなるほど、あいつの MBTI の解釈は間違ってるんだ、それはほっとそれはほっとけようですよっていう人でした。ユングさん言うとりやないかと、うん、解釈はそれぞれあってそれぞれ正しいって、うんうん、あって思ったりしますけどね、うん、